私がヴィラマリアを選んだのはなぜかっていうと、見学に行った時に生徒も、先生たちもみんな優しくてすごいフレンドリーな雰囲気だったので、ここにしようと決めました。ヴィラマリアに最初に来た時、生徒たちがみんな熱心に真面目に勉強していて、そこが気に入りました。ニュージーランドの高校では古典と写真という日本ではあまり取れないような科目を取っていて、特に写真の科目ではフォトショップっていう、もっと想像力が試されるようなソフトウェアの使い方を教えてもらったりとかするので、すごいそこが楽しいです。私は2つの合唱団に入っていて、そこでは上の学年のことも下の学年のことも現地の子で、クラスにはいなくて、普段友達になれないようなことも友達になれました。現地の子はわからないことがあったら何でもすぐ答えてくれて、知らない子でも私をサポートしてくれます。ニュージーランドは自然が多くて、特にクライスチャーチはガーデンシティって呼ばれるぐらい庭が多いです。私の住んでいるホストファミリーのお家もすごい大きなお庭があって、そこで夏はよく外に出て楽しんだりしています。私の住んでいるホームステイにはホストマザー、ホストファザー、ホストシスターがいて、みんないつもすごく優しく接してくれます。ヴィラマリア高校に来てから英語も上達したし、たくさんのことを学べました。将来はイギリスの大学に行きたいと思っていて、そこでここで学んだことを活かせると思います。ヴィラマリアにぜひ来てください。